りましたよ。決まりました。もう一回です。イエーイ。でもささっきのお給仕終えて、はい、私でもアイクとメンマの会終わり？早いな。早いね。ねえ、もっともっと絡み見せたかったよね。はい、なんかね、結構ね、ご主人様お嬢様がご帰宅して、はい、なんかアイクちゃん、メンマちゃんと絡んでいやもう本当にそうめっちゃ言ってるんですよ、もう、うんうん、アイクさんとついにみたいのすごいウキウキに言ってたから結構なんかね、そうメンマちゃん推しのご主人様とかに、うん、なんかメンマちゃんをもっと引き出してほしいみたいにこうそう言っていただいて、ちょっとなんか私も頑張らなきゃなと思ってた矢先に、もうね、まあ、ちょっと寂しいね。そうですね、あっという間でした。楽しい時間はあっという間でした。そうね、なんかじゃあね、ちょっと今日はこういろんなことを振り返りたいと思いますよ、はい、そうですね。ラジオも多分こう初、まあ他のところもちょっと出つつ、うん、でもこうやって私たちの番組出るのは初めてだもんね。でこう初めてこう一から参加するワンマンライブも終えたわけじゃないですか。はい、今日お話することがもう1、8だけど、はい、休む間もなくいっぱいありますよ。はい、うん、じゃあまずはじゃあワンマンライブ、はい、どうでした？ワンマンライブざっくりざっくりと第1部がお嬢様の部だったじゃないですか。うんうんうん、もうすごい緊張しましたすごい緊張しました。なんかどうやっぱりそれはお嬢様限定だから緊張した、だからよりなるほどなるほど緊張しました。うん、なんか1曲目が永遠メイド主義で、そうだね、うんうんうん、あのまあ前に出るパートをいただいたので、うんね、おおメンバー売れた、ね、いやテンパっちゃってすごい冷や汗かけましたかわいい、そこだけがすごいやばいやばい、私前出ちゃってるよみたいな、はいそっか。で、まあ、こうでもさ進んでいく中でどんどんアドレナリンとか出てきた、はい、後半はもう永遠メイド主義が終わってからちょっとホッとして、うんうん、もうなんなら終えたぜぐらいの、はい、ピークが。なるほどね、そっかそっか、はい、新曲もねこう なかなかリリーベとかでこう全員で披露できてなかったものがさ、うん、披露できたりしたもんね。確かに。2部はどうでしたか？2部はもう楽しかったですね。なんか私たちも楽しかった、はい、そうだよね、若干こうほぐれてきて、はい、でしかもご主人様も来てくれるから、はい、いつも通りの感じになるもんね。確かに。なんかでも私も今回のワンマンライブ、なんかその前回東京キネマクラブでやらせていただいて、はい、今回はその渋谷のシダックスカルチャーホールでやらせていただいたんですけど、はい、なんかこう全席指定でっていうこと感じもあったし、なんかこうあのホールの感じがすごくきちっとした感じがして、なんかこうなんていうのかな、まあ、距離感ももちろんすごく近かったからなんか緊張しちゃって、しかもお嬢様限定でさ、なんかこうお嬢様って多分ご主人様とはちょっと見るポイントがまた違うと思う。でなんかこうなんかあんまりゼーハー言えないなと思って、そう、なんかそういう意味でも結構緊張したりしたかも、うん、なんか独特な空気感ね。え、独特だったよね、本当にあっという間だった。でも確かに2部はもうほぐれてきたのもあるし、うん、ご主人様のやっぱなんか熱気のおかげで、うん、なんかすごい温まってこっちまで、うん、ね、なんかいつも通りの自分でできてたんじゃないかなって、うん、まあ、もちろん一部も、はい、なんかでも一部を終えてなんかすごい結構お嬢様だけの空間、うん、でもこんなに掛け声もらえるんだと思って、そうだからなんかまたお嬢様限定の、まあ、次は例えばさライブじゃなくても、うん、なんかそれこそこう公開収録じゃないけど、うん、こうなんかアットセブンティーンだけのお給仕、お嬢様のみにご帰宅いただけるみたいな、やりたいで、ね、でこうさなんか可愛いドリンク出したりとか、うん、あ、やりたいですね、なんかメンバープロデュースでみたいなのあったら楽しそうじゃない、ね、って思ったりしました。夢が膨らみますね。夢膨らむよね。なんかそれこそさ、うん、シナモンロールのコラボとかが決まって、多分またお嬢様いっぱい来てくれるから、うん、またね、お屋敷きっかけで足しびれますから。嬉しいね。お嬢様とか胸にも見ないとですか。あったよね、うちわとかすごい持ってるお嬢様が、なんかさ仲良いお嬢様で、うん、なんかネイルを、うん、なんかその日のためになん
アイクの好きなオレンジで揃えてくれた子がいて、もうなんかそういうさ、なんかこうなんかのちょっとイベント前のワクワク感を一緒にしたなんかちょっとなんか準備してきたよみたいな、なんか嬉しかった。応援ボードとかも嬉しいよね。確かに私なんかね盛り上がって勢い余っちゃって、うん、2部では客席になんか降りちゃいけない時に降りちゃったんだよね。そう、あれいつ、え、いつの、そう、何の時だけど、サマータイムの時かな。そうなんですか。え、全然気づかなかった。気づかなかった。じゃあ大丈夫かもしれない。ちょっとね、妖精さんに怒られないからヒヤヒヤしてた。そうなの。そうそうそう。でもなんかやっぱり距離感近くいたいと思って、なんか、うん、気づいたら走り出してた。びっくりしました。そう。そしてどうですか、ラジオ。ラジオ結構緊張してたでしょ。もう緊張がいつまでもほぐれなく。なんか私はそれ見てなんか最初はなんか私も引っ張んなきゃと思って緊張してたの。けどなんかちょっと今回とかはなんか可愛いなと思っちゃった。なんか素で先輩先輩なんかこう喋ってく中でこうなんかこう段取りを決めるんですけど、うん、こっちはどっちが喋るみたいな、なんかこうメンマちゃんが喋るところもなんか私も心の中で喋ってる。あ、なんか大丈夫かな。すごい。なんかこのラジオの放送も、うん、あとなんか YouTube に、うんうん、このモエちゃんの良さがアップされるじゃないですか。アフタートークね。アフタートーク、うん、それをレタスさんが見てくれて、その感想がメンマって本当に微妙なんだねコメントをもらいました。本当なんか話せないんだねみたいな。ああ、なるほど。喋り苦手的な。みたいな。え、それは何？ちょっとアイクさん怖いなみたいなことじゃなくて。じゃないじゃない。ああ。なんかレッスンとか、うん、お給仕中とかそういう場では全然普通に喋れるんですけど、うんうんうん、かしこまった場ってわかりますか？なんかわかりますか？一応お屋敷だけど、まあでもかしこまった感じするんだ。はい。ここだからなんかなるほど。ああ。声がメインでみたいな。けどあれなんか、うん、リアクションってあれ伝えてるんで。なんかね、うん、メンマちゃんが喋るときに生まれる間から私も、うん。それ感じ取ってた。じゃあ苦手なんだろうなみたいな、はい。そうなんですよね。うん、その間でさ、私がなんか一芸できればいいけど、そういうわけにもいかないから。レタスちゃん見てるんだ。はい。とか嬉しいね、でも見てくれてるのね。今回どうでしたかって。まあ、ちょっとね。なるほどね。はい、いやまあでもラジオは難しいよね、うん。私も難しいなって思いますよ。本当に。でもどう、またやりたいと思う？やりたいですね。やりたいだそうですよ、せさん。慣れます、うん。慣れていきたいです。慣れていきたいです。まあでもね、え、次さ、なんかこう、はい、このメンバーとやってみたいみたいなのあるの？はあ、どう？今回アイクとやったから、うん、次やるの誰とかいいな。うん、どうだろう。それこそレタスちゃんとやりたい。そうですね。新メンバーなかったレタスさん面白そう、うん、あとなんかレタスちゃんめっちゃ喋るもんね。めっちゃ喋りますね。すごい面白いです、ね、あと、うん、7月の担当のみなりんさん、うん、結構うわーってそうだね喋って。確かに確かに、みなりんはね結構メンバーでなんかこう楽屋とかこう控えの時とかにもメンバーの中心になってああだこうだ喋ってる人だから、なんか無言な時間がないんじゃないかぐらいずっと喋ってるみたいな。私思うんですけどとか、てか聞いてくださいこの間こんなことがあったんですけどみたいな感じでもうひっきり出したもんね。確かに確かに。はい、それでは良きところで、はい、日本放送アットセブンティーンのご帰宅しませんかは毎週水曜日9時20分からでございます、はい、ご帰宅を逃してしまった場合も日本放送のホームページ上番組ページからアーカイブで聞くことができますので、ぜひそちらの方でもご帰宅お待ちしております、はい、それではアットセブンティーンのアイクとメンマでした。来週の放送はプロ野球日本シリーズのためお休みとなります。また11月の球児は小エビちゃんとみなりんさんが担当いたします。お楽しみに。イエイイエイ。またのご帰宅お待ちしております。いってらっしゃいませ、ご主人様、お嬢様、バイバーイ。バイバーイ。